はい、今週も、バイスチャンネル配信したいと思います。まずは、こちら、こっちかな、ローラーマガジン最新号がバイスでも販売してますので、立派マガジンまで買ってないよって人と、まあ、よかったら一緒にでもご購入してみてください。今後も読み応えバッチリです。で、あと雑誌関係で言うと、これバイブス、そう、バイブスマガジン、これ9月号かな、まあ、最近出た号だと思うんですけど、この号、パラパラパラーっとめくったところ、はい、わかるかなわかるかな、出雲、チョッパーミーティングやられてる方たちの特集でした。このイベント、今週末の、土日、もう明日明後日かな、あの今年も開催されるようなんですけど、バイスも、誘っていただいたんですけど、今回ちょっと、まあ、ニューオーダーがなかったら行こうと思ってたんですけど、ちょっとニューオーダーがあった後行くっていうのはちょっと時間の都合上無理だったので今年は行けないんですけど、ちょっと来年はちゃんと前もって考えて予定立てていこうかなと思ってるので、今回出雲行けなかったんですけど、まあ、絶対盛り上がると思うんで、特になんか人だけど行ったことないからちょっとわかんないですけど、きっと結構バイカー色が強いんじゃないかと。かといって、あの昔ながらのバイク、なんていうのかな、日本独自のバイク乗りっていうんじゃなくて、なんだろうな、長いバイクだったりとか、格好もなんかこう結構ハードめだったりとか、ちょっとこの特集されてる号を読んだら、結構ブーツ、スニーカーっていうじゃなくてブーツなんだよね俺たちは、みたいなことに触れてたので、まあその悪い意味じゃないですよ全然、触れてたので、多分そういう考えの方たちが多くて、でこれパラ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 めくったら、こんなカットでうちの商品をバッチリこなしてくってる方が乗ってて、めちゃくちゃありがたいじゃないですか。もうバイスのベスト着てもらって、多分昔のやつだから結構昔から来てくれると思うんですけど、まあ、こんな方たちがやってるんだと思うとね、なんか僕も行きたいなと思ったんですけど、まあ来年、バイスは出店しようと思ってますので、で、今年は、今週末開催されるので、お近くの方は行ってみてはいかがでしょうか。なんだろう、ちょっと最近世の中イベントポップだななんて思ってるような人は特にこれに行ったら、なんだろう、そうそうそう、こんな感じって余計思うんじゃないかなと思うんで、ちょっとミーティングたまには行ってみたいなって人もいいんじゃないかなと思ってますので、ぜひぜひお近くの方行ってみてください。出雲チョッパーミーティング、来年バイスも出店します。よろしくお願いします。で、あとは8月夏休みとかでなんか飲み込まれ、そういう雰囲気に全然秋冬物の仕込みがうまくできてなくて、今もバタバタしてるんですけど、本当は今週末に新作の制作予約とかかけようと思ったんですけど、まだちょっと資料が集まってなくてちょっと遅れてるんですけど、どうだろうな、まあ来週入って早々から、まあ毎週連発で秋冬物を、先行予約していこうかなと思ってますので、皆さん準備お願いします。今年もアウターも何種類か作ってますし、まあ久々に作るコーディラケアイテムがあったりとか、あとはヘビーアウターも一緒に作ったので、なんだろう、まあ結構オールマイティに飛んで作ったんじゃないかなと思うので、ちょっとお楽しみにしておいてください。あとはまあプリント物のスウェットパーカーなんかも近日先行予約開始すると思いますので、皆さんぜひぜひ先行予約お願いします。イベント始まるので、バタバタするので、ここで1500いただけると今後の展開にむちゃくちゃバイスは気が楽なのでお願いします。あ、そうそうそう、フォトロトカスタムショー、バイス今年も出展しますので、まあ当然今年もワンブース、まあ、ちっちゃいブースなんですけど、まあ去年と一緒で、まあ特にバイス別に今年で23周年だったんで、特にっていうイベントこともなければ、今バイク作ってるわけでもないし、けどロットショーは特別だから出店したいってことで、まあ、ワンブース、去年同様、まあ、限定アイテム中心に販売しようと思ってますので、まあ皆さん、まあ、行くと思うんで、これ見てくれてる人は当日バイスの限定アイテムゲットしてってください。お願いします。最後に、今週末、9月8日かな、毎月恒例の第2日曜日、まあ、細かくはもう言いませんけど、第2日曜日、鍵屋サービスエリアでふらっと朝飯食べて、まあ、バイスも出しろよみたいなことを毎月やってますので、もしお時間ある方は僕も行きますので、あと今日も来るって言ってたかな、なんでもしお時間ある人いましたら、もうだいぶ朝晩涼しくなってきたのでバイクでも気持ちいいと思いますので、ふらっと来てみてはいかがでしょうか。第2今月僕も行きます。お願いします。今日の配信はというと、先々週ゴーストラン、福島で開催されたゴーストラン、こちらに行った時の模様を軽く、ほんと軽くですけど、さらっと撮ってきたので、よかったら見てください。あれだ、僕、これちゃんと言っておきますけど、僕はバイクで、名古屋から福島までバイクで走ってたわけじゃないですよ。バイクを車に乗せて、サービスレイクを手前で降ろし、
そこから、ランに参加したんで、別に、最近ちょいちょい目にする、乗ってねえのに乗ったふりするなみたいな、だから僕は乗ってませんよ。最初から積んできました。積んでった理由はバイク壊したくないからっていうのもあるし、バイクないで行くよりはバイクあった方がイベントって楽しいし、あとはちょっとでもね、その東北だったら福島の空気味わいたいんで、まあちょろっと天気いい時、いい時間帯に乗って、まあ行ったってだけの話なんで。で、思ったのに、会場本当もう数百メートルのところで超大雨に降られて、雨が僕はもともと苦手なので、むちゃくちゃテンション下がったんですよね。で、プラス、イベント用のテントのパーツ忘れて、テントがねえってなって、もう急遽テント買いたりとか、もう大雨の中テント構えでしたけど、結果、ゴーストラン、むちゃくちゃ今年も楽しかったんで、当然また来年も行きます。なんで、山木くん、来年もよろしくお願いします。まあ、そんな感じです。よかったら見てください。どうぞ。はい、今日は頑張るぞ。頑張りましょう。はい。久しぶりです。こんにちは。あれどうしたのそれ？久々じゃん。何それ？食べたいって言ってました。まさかの？まさかのこれ。じゃじゃーん。これが何？オリジナルクリーンボックス？そうです。ありがとう。ちょっと後で食べるわ。はい。ありがとう。今回お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、バイスも2回目出店させていただいたんですけど、どうでした？今年はちょっと雨だったけど、あの楽しませていただきました。あのちょっと今年どうでした振り返って。え、今年ですか？いや、なかなか良かったっすよ。ね、終わったよね。いや、なかなか良かった、うん、いい内容だったんじゃないかなと思う。はい、じゃあ来年また誘ってください。はい、来年もぜひお願いします。バイス来ます。ぜひ来てください。はい、はい、バイバイ。バイバイス。じゃあね、また来まーす。はーい、あつこね、お疲れ。お疲れ。何？なんか団子食っとるみたいな。